今日はですね、ちょっとある企画をね、考えてきて、持ってきたんだよ。なんすか、ちょっと自分も何も聞かされずに座ってくださいとしか言われてないですけどね。マスさん、NGD のプロじゃないですか。まあ、プロではないですけど、まあ、ファンではありますよね。ですよね。はい、メンバーの顔のパーツをね、はい、パーツだけで分かるんじゃないかと思いまして。はい、ああ、なるほど。はいはいはい。そう、10問、今回、持ってきたんですよ。なるほど。じゃあ、そのメンバーのパーツを、パーツ一部分ですか？一部分を見て、誰かを当てるみたいなことですよね。そうです、そうです。なるほど。一応初級なんで。初級。なるほど。当然だろって思う。ああ、それ怖いっすよね。ハードル高いな。はい。早速、やっていきましょう。はい。最初は、はい。誰でしょう？この人か。はい。これは簡単でしょ。簡単で、ね、この人は簡単でしょ。いや、まあ、一番最初の一問目なんで、多分簡単に作ってると思うんですけど。はいはいはい、この子は、津島優菜子さんですね。正解です。お、早っ。行きましょう。次は、はい。誰ですか？なるほど。さっきより確かに難しいかなっていうふうに思いますけど、この人は、小熊つぐみさんですね。正解です。はい、これぐらいはまあ分かって当然かなみたいな。やっぱり分かるもんなんですか、これ。いや、これぐらいだったら分かりますよ。これぐらいだったら、うん、まあ初級ですもんね。そうですね。さすがにちょっと分かるかな、これぐらいであれば。3人目、はい、誰でしょう。なるほど、同じタイプの切り取りですね。全員丸顔に見えるんだけど。ああ、まあでもこれだけ寄ってるからってのもあるかもしれないですね。ああ、この子は西方まりなさんですね。正解。ガタね、はい。順調じゃないですか。10問ですもんね。そうですね。今3問正解か。よし、いいでしょう。あと7問ですね。次はね、ちょっと目だけっていう、両目だけ。なるほど。ズームしちゃって、はい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 。これこっからちょっとハードル上がるって感じですよね。ちょっとわかんないですね、僕も。そうですね。いきますね。はい。なら、4問目。はい。誰でしょう。なるほど。あ、確かにこう見るとさっきより難しいな。でも、この子は特徴的な目をしてるんですよ。ちょっと強い目な感じというか。この子は、せいじれいなさんです。正解です。はい、正解。正解です。ありがとうございます。5問目。5問目、誰でしょう。なるほど。この子も結構特徴的な目してますよね。この人は本間ひなたさんです。正解です。はい、6問目誰でしょう。はい、この子はもう正解してあげないとちょっとダメな子というか、個人的にもすごいなんかいろいろ言われそうなので動画にしまくりましたから。そうですね。まあ言ってもおしめんなんですよ、中井梨花ちゃん。正解です。はい、まあ、このほくろも結構あれですよ。あ、うん、特徴的なほくろ。わかる？俺わかんねえよ。わかりますよ。あとはちょっと特徴的なお化粧の仕方というかね、その辺もあると思う。6問目。はい。誰でしょう？なるほど。この子は、この子もまた特徴的な目してますよね。ちょっと切れ目な感じが。自分結構切れ目な子好きなんですよ。うん、この子は、荻野由香さんです。はい、正解です。はい。あと3問ですね。あと3問。ここからまた出題の方法が変わってですね。はい。鼻から下っていう。鼻から下。なるほど。もう、なんだろうな。口元って分かりにくいじゃないですか。そうっすよね。口だけとかだと余計に分かりづらいと思う、ね。分かりにくい。それ出しました。なるほど。じゃあ残り3問はそれって感じですよね。はい、なるほど。行きましょう、じゃあ。では、7問目、誰でしょう。あー、確かに、目って分かりやすいかなと思ったんですけど、これちょっと難しいかなと思いつつ。結構色白じゃないですか。そうですね。まあ光の当たり具合もあるのかな。歯並びいいな、こう見ると。はい、この子は、ノエピーですね。山田ノエさん。お正解です。はい。あと2問です。あと2問。どうでしょう。この子は、この子ちょっとでも特徴的ではありますよね。そうですね。うん。なるほど。まあ、確かに、目元よりは難しい気がする。この子は、大塚菜々美さんですね。
正解です。ありがとうございます。ナナミンです。ナナミンですね。じゃあラストね。はい。10問目です。もう最後なんで、もうここまで来たら全部クリアしたいですね。めちゃめちゃ強気っすね。いや、いけるでしょ。いや。めっちゃ頑張ったんですけど、僕も。ああ、マジですか。まあ、でも、めっちゃ難しくできたんで。あ、本当ですか。これはね。でも初級編ですよね。まあ、一応初級編。そうですね。じゃあ、いきますか。最後。じゃあ、10問目。はい。この方は誰でしょう。ああ、なるほど。でも確かに他のメンバーと比べると難しい気がしますね。でしょ？ただこれパッと見で、はいはい、この子かなっていうのが一個分かったところがあって。え、なんですか？この子は、そうですね。この口元なんかちょっと分厚い感じじゃないじゃないですか。こう。あ、まあそうですね。唇の感じというか。だから多分。いいですか、答え言って。はい、どうぞ。小声遥さんですか。え、いいですか、それで。いいですよ。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサーで。ブーンブーン、違います。マジか。え、誰ですかこの子。はい、諸橋ひなたさんです。はぁ、諸橋さんか。こんな感じでしたっけ。いや、なんか、はい、縮小してみても、はい、諸橋さんっていう感じしなかったんですよね。言い訳ありました、ね、すいません、すいません、言い訳でしたね。え、ちなみに小声さんってどんな感じ。あ、そうか、こういう感じか。はい。なるほど、復習しておきましょう。あ、でもちょっと口元だけ見てくださいよ。口元だけ見てください。ちょっと似てません？あ、ちょっと似てる。でしょ？この鼻の感じと口元の感じ。唯一ないの、ほくろだけ。ほくろ、そうっすね。ほくろだけ気づけばね。いやー、きつかったっすね。は、うん、そうね。そうっすわ。小声はるかさんは、鼻のここら辺にほくろがあるんですよ。ほくろめちゃめちゃ覚えてる。いやー、宣材写真って考えたときに、自分もしっかり見てるつもりではいましたけど、この斜めな感じ、そうね。確かに言われてみれば、言われてみれば確かに、そうね、ヤヒコちゃんか。残念ですね。ちょっと目元が狂ってるんです。そうですね。ちょっとミスりましたね。ちょっと自分の力に甘えてましたね。客観的なこの視点というか、あ、この子これだろうな、みたいな。ミスりましたわ。まだ中級と上級が残ってる。なるほど。今後続くんですね、これ。続きますね。いや、もうそしたらリベンジするしかないです、ね。はい。ちょっと多分、さすがにちょっと自分ももう一回勉強し直そうかな、みたいな、ふうに思うので、悔しいのでね。まあ、ね、今回この宣材写真以外でも使うと思うんで。あ、これ結構、そうか、全部宣材写真から撮ってるんですね。そう、全部。簡単っちゃ簡単よ。なるほど。しっかり見とけば、そうね。ご飯抜いてきたよ、ミスりましたね。確かに思考回路がもうダメになっちゃってる気がしますね。ちょっともう一回リベンジ込みでやりたいなというふうに思いますね。まあいずれまた出来次第してもらう感じなのかな。はい。はい。まあぜひ皆さんもちょっと自分一問間違えてしまいましたけど、何問全問正解もしくは何問正解したかみたいな、それも含めてぜひコメントいただければというふうに思います。9割かぁ。ここ全問正解できないとちょっときついなぁ。若干優等生ぐらい。そうですね。はい。まあそんな感じで、ちょっと自分もね、だいぶ、客観視も入ってくると、まあ確かに動画上げてる割にはまだまだかな、というふうに思いましたね。修行し直しますわ。リベンジ、ちょっと待ってますね。はい。はい。というわけで終わります。はい。お疲れ様でした。はい。